子供の頃は自然の中で遊ぶのが好きだったっていうだけで、その環境とかって大げさに興味を持ってるなんてことはなかったんですけど、こちらに来てまた自分の子供が生まれて、やっぱりその自分が子供の頃遊んだようなそういうところがねだんだん少なくなってきてるんで、それはね何とかしたいなっていう気持ちはありましたね。2000年ぐらいから、温暖化の話とか、あとやっぱりゴミがね片付ける場所が日本という国は少ない、世界的にもゴミを捨てる場所が少なかったり、捨てたゴミが悪い影響を及ぼすということが問題としてこう浮上し始めた時期でもあるし、私たちはまあ日本のテクノロジーでプラスチックをプラスチックの前のね石油に戻すことができないかと、石油から作ってるんで必ず石油にまあさほど難しくないプロセスで戻せるんじゃないかと思って、その開発に入りました。これがあの床装置です。今蓋をこの蓋を外したところですね。こういう蓋を外しました。この中にプラスチックを入れます。これがあの油を作る原料になるプラスチックですね。ちっちゃい装置のいいところはクラッシュしない、そのまま袋のまま形のあるまま入れられるんで、油になるっていうことが分かりやすい。これでスイッチを入れます。これで今ヒーターの温度がどんどん上がり始めて、プラスチックが溶けてガス、液体になります。液体が沸騰してから、ガスがここを通ってこの中に入ります。でこれはあの水道の水なんですけど、この水の温度でガスが冷えて液体に戻ったやつがこの水の上にだんだん溜まっていきます。このできた油は混合油なんで、このままだただ燃やすのには大丈夫なんですけど、これをさらに蒸留してガソリン、ディーゼル、オイルとか灯油とかに分けて、それで使えますね。分ければ車でも使えるし、バイクも OK ですし、発電機だとかボイラーだとかストーブとか普通の、石油と同じだけの使い道があります。 1kg のプラスチックからだいたい1リッターできます。1kg のプラスチックを燃やすと 3kg の CO2 に化けるんです。でもそれを電気の力で熱を加えて石油に戻す、この時点で 80% ぐらいの CO2 を削減したことになるんです。あの先進国でも心のない人がいるところはゴミ散らかってますよね。でも貧困な国で心があるんだけど、そのやり方を知らないとか、そういうところには私はこの機会を持ってってやり方を教えるんです。世界でこれしかないと思う。飛行機に乗る床装置はアフリカに持って行ったり、フィリピンに持って行ったり、マーシャルに持って行ったり、そこの子供たちと一緒にゴミを集めて石油を作って、みんなゴミじゃなくてこのね、プラスチックのゴミは、ボトルのキャップは、あのランチボックスはこれ石油なんだと。だからそれは子供たちがそれを認識するとゴミが片付いてくる。だってそうでしょう、捨てたゴミが石油ということを知らないから捨ててるんです。石油になるって思えば集まるんです。これ油田なんですよ、プラスチック油田。日本ではイラクとかイランとかサウジアラビアから取れた石油を船でずっと日本まで持ってきて工場で精製してタンクローリーでデリバリーするでしょ。それをスタンドまで行って買うんで、トータル CO2 がすごく高いガソリンなんですよ。でもゴミでただ埋め立てたり燃やしたり散らかってるすぐゴミをね石油に戻すと、そのトータル CO2 がぐっと少なくなる。それを皆さん全部がね、世界中がやり始めるとすごい量の CO2 が減りますよ。もったいないでしょ。宝物です。